マリアアンナ・フォン・エスター・ライヒは、バイエルン選帝校、マクシミリアン1世の二度目の日。新生ローマ皇帝フェルディナント2世と、非マリアアンナ・フォン・バイエルンの娘として、グラーツで生まれた。妹に、ポーランド・王ブ・ワディスワフ4世施設イリア・レナータがいる。1635年7月15日、ウィーンで、マクシミリアンと結婚。母、マリア,アンナは、バイエルンビルヘルム世の娘で、 マクシミリアンの妹であったため、おじ、名同士の結婚であった。マクシミリアンは、最初の日エリーザベト・フォンド・オトリンゲンとの間に、子供のないまま死別しており、マリア・アンナには、早急に後継者を生む責任があった。マリア・アンナは知的で分別があり、精力的で、財政経験があったとされる。繊細エリーザベトと対照的に、マリア・アンナは、積極的に政治に関わった。 彼女は、ハプスブルク家の立場というよりも、バイエルン選定公家の立場から行動した。ミュンヘンの宮廷で、夫の重臣たちと意見を交換することを好んだという、夫の死後、長男フェルディナント・マリアの接生を務めた。1665年、ミュンヘンで死去。マリア・アンナとマクシミリアン一世。ありがとうございます。